今はロナルド・レーガン・ナショナル。ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル・エアポートです。そうですね。今日はここからレンタカーを借ります。はい。レンタカーなんだけど、今日は空港で借りることにして、空港だとさ、結構早くから借りれて、日曜日でも返せるから便利なんだけど、どこだろうね。空港はあっちで？カーレンタルは右です。カーレンタルは右。でワシントンの市内にも何個かあったんだけどね、日曜日休みとかが多かったから、うん、ちょっとレーガン空港まで来ました。はい。ここはナショナル空港か、ナショナルっていうのかな、みんなは。でここから今日はレンタカーをして郊外へちょっとドライブに行こうかなと。山歩きだね。山に、ね、国立公園とかに行ってみたいなと思って。はい、行ってみましょう。はい。多分ね、レンタカーこれフォローしてたらいいはずなんだけど、こっちだね多分ね。もうネットでレンタカー自体は予約してるんだけど、うん、どっちだろう、多分こっちだよね。レンタカーこっちって書いてあるよ、ね、うん、おー、あったあった。わー、空いてる。なんかゴールドリワードメンバーになってるから、カウンター行かずにそのまま行けばいいらしい。あ、ここか。え、なんかプレジデントサークルのどれでもいいっていうんだけど、どれでもいいなんて言われる。どういうこと？どれにする？え、いっぱいあるんだけど。マスタングもあるけどね。ちょっとそれはね。でマスタング運転しづらかったんだよな、前が長くてさ、ちょっと嫌でしょ、うん、こんだけ長いと。 SUV はいいんじゃないの。 SUV にするか。このジープ借りようか。じゃあこのジープで行くか。じゃあ、うん、これね、これがいい、うん、かっこいいじゃん。これで行こうか。はい。本当にいいのかな。いいんじゃない。そうだよね。開いた。おお、フロリダの何だ。ほんと？パワーがすごいぞこれ。いいね、うん、ジープ欲しくなるね。すごい、車のになんかバーコードがついてて今ピッてやったね、やったね。でここでなんかまた運転免許証とかを出して書類をもらうみたい。いや、はい、できました。うん、ピピピピピピってやってすぐできた、ね、すごいね、すごいね、うん、入っていく。レアさん何このパワー、すごいパワー、ね、どっちだ。とりあえずまっすぐだね。出てナショナルカール、右の方でまっすぐだね。右にまっすぐ、全然見えない。後ろがなんだこれ、待ってるな。ワシントン DC、 エアポートイグジット、ナショナルアベニュー。あ、ワシントン DC の方でいいの？エアポートイグジットでいい？エアポートイグジットに行かないといけないな、多分。とりあえず行ってみるか。250フィート、150フィート、右。ちょっと右とか言われても分かんないな。フィートって言われてもな。オッケーオッケー、で出れたんじゃない、これで。フィートなんだ。うん、なんでナビ？Google マップ勝手にフィートになっちゃうの。めちゃくちゃ快適だね、ジップ。ねえ、すごいぞ。乗り心地がいいね。ねえ、すごい。お、ウェルカムトゥバージニア。もうバージニアに入ったって。あれモニュメントじゃない。軌道に乗ったけど。軌道に乗ったよ、多分。道はわかる。ちょっとどっかで一回さ、止まって荷物やったりさ。そうだね。ちょっと一旦落ち着きたいね。これすごいな、マジパワーが。なんだこれ。もう苦労して地下鉄でさ、今来たけど空港まで、うん、あっという間に、あっという間だね。しないな。お、すげえ。お、来た。すごい、真上を飛んでいく。ねえ。
これ多分左左395に乗ってないけどね、まだ。で、一番右 8B110 ノース、お、66号じゃん、ルート66じゃん。すげえ、これルート6、あ、ルート2ロー 0.2 マイルで斜め右だよ、また、okay. お、右ペンタゴンだって、右ペンタゴンだ多分これか。ここで右降りんのか、うん、右に入る、66の方ね、はい、いや、楽だね、今はこのナビがあるから。お、すごい、これペンタゴンだって。すげえ、でかいな。わあ、すごいね。すごい。ルート66はまっすぐ。まっすぐ、ね。左なんだ。あ、左左。むずいね。でも標識が親切だからさ、うん、簡単。何キロ出していいんだろう。今48マイル、もう80キロ近いんだよこれ。あ、すごくない？でもハイウェイみたいなもんなのかな、これも。結構アメリカはさ、厳しいはず、速度に。うん。ここからもうそろそろルート66なのかな。そうだね。はい、ルート66ウエスト。すごい、ここは55マイル出していいらしい。90キロぐらいか。今50マイルだから。で、今日はね、ここから50マイルぐらい、80キロぐらいかな、うん、で、ワシントンの街中からだと80マイル、100キロちょっとぐらいなんだけど、うん、のところに国立公園があるの、うんうん、シェナンドー国立公園っていうのがあるから、うん、ちょっとあまりにもさ、ワシントン DC が暑いからちょっと涼しさと自然を求めて、うん、シェナンドーまで行ってみようかなと、はい、で、シェナンドー行って、うん、そこで一泊して明日戻ってこようかなと。はい。で、結構ね、このワシントンの周りにいろんなお店があるから、うん、アウトレットとかもあるから、そこもちょっと行ったりしながら行こうかなと思ってます、はい、あ、これ左メトロだ、シルバーラインか多分。朝ごはんはおにぎり高いから物価がおにぎりをいただきます。あれだよ、1個バッグパンパンにさ、お菓子とかパンとか持ってきたから、うん、朝昼はもう車とか歩きながらね、お菓子食べたりしよう。はい、ダレスエアポートまで1マイル、近いね、うん、ダレスが国際線だもんね。そうだね、うんうん、レストエリア1マイル、うん、休憩所、あ、出てるじゃん、あの看板じゃない、何があるかっていうのは多分ね、そうでしょう、マックとかさ書いてあると思うの多分ね。で、空港からベセスダに来る間にもあってさ、あ、そう、で、スタバがありますとかさ、そういうのあったっけ、マックがありますとかっていう看板があったの。ここにはマックがあるらしいよ。マック、ここはマックとタコベルか、あ、バーガーキング、ダンキンドーナツ、バーガーキングとか全部ハンバーガー屋じゃん。ここ降りるんじゃないの？降りなきゃダメなの？それだったらちょっとやだね。どうなってる？レストエリア。あ、降りてみようか。うん。ここだ。ウェルカムバージニアセンター？なんだ？あ、ここじゃん。もう。これか。うん。止まってる。駐車場あるかな？ねえ。混んでそうだ。どういう感じ？ここここ。ノーパーキングって書いてある。あ、大きいのが止めれないのか。奥だ。あそこから入ってた車。なるほど。あ、そんなに大きくないけど、奥に建物があるのかな。ここじゃなくて、降りたらあれなんじゃない？そういうこと。パン屋さんがありますよでしょ。そういうことかな、うん、あ、でもピクニックできそうじゃん、うん、いいじゃん、ちょうど椅子もあって。あ、いいね。休憩です。休憩しよう、はい、今日のレンタルはこれ何なんだろう。ジープのあ、チェロキーじゃん。ジープチェロキーだって。バーベキューできんじゃないのこれ多分。ペットレストエリアとか、あー、バーベキューしていいんだよね。へー、さすがアメリカ。あとね、20マイル、20マイルでアパラチアントレイルの入り口かな、うん、確か。そこ
ここに到着。はい、結構早いね。もう早いね、やっぱり今、うん、最高速が70マイルだから110キロ以上だからね。うん、あっという間だよ。鹿が出てくるって気をつけて。避けれないけどな、うん、さあ、あと30マイル、40、50キロってところだね。はい、あ、こんな感じでさ、出口でここ降りたらこれがありますよっていう。降りたらなんだね。そうだね、あのエグジット43A、 あ、アイホップがあるじゃん。で、ロッジングって言って、宿もあそこに出てるじゃん。ハンプトンインとか、そういうことだ、うん。スピードリミットが70マイルになった。うん、110キロぐらいか。速いね。すごい速い。でも、車がめちゃくちゃ安定してるよ。うん、だんだん木が増えてきて。増えてきて、2車線になってさ。ちょっと登ってきてる。しかしさっきからすごいぞ、左側、うん、大きなキャンピングカーというかトレーラーがすごいね。すごい、もうなんかトレーラーでいろんなもん引っ張ってるし、うん、何なんだろう、なんか楽しそうだね。楽しそう。あれを週末だけでこう行くのかな、どういうことなんだろうね。さあ、今からまずはね、そのシェナンドー行く前に、うん、アパラチアンシーニックトレイルのなんか通り道かなんかがあって、うん、ちょっとそこに寄ってこうかなと思うんだけど、うん、このアパラチアントレイルっていうのがさ、アメリカの三大トレイルなんでね、長距離の、うん、長距離のね、うん、で、うん、このアパラチアントレイル確か3000キロ以上なの。すごいでしょ、日本の北から南までみたいな、そういうトレイルがあって、3500キロか、うん、スルーハイクができるんだけど、うん、で結構一時期ね、日本でもそんなんが流行ってさ、うん、大和道とかさ、そういう軽いバックパッキングとかあるじゃん、うん、ウルトラライトパッキングみたいな、うん、そういう格好をしてこのトレイルを歩くっていうのが一時期流行って、今も流行ってるかわかんないんだけど、まあ、なんせ3500キロのさ、うん、トレイルの途中か、どう途中なのかな、これちょっとよくわかんないんだけど、あ、これね、途中っぽいよ。途中だよね、なんかもっとね、うん、あのジョージア州っていうところからメイン州にかけて14州にまたがってるんだって、3500キロ。すごいね。アパラチア山脈に沿ってトレイルがあるって。あ、高低差も 2000m ぐらいあるでしょう。そうだね、そのくらいあるね。そうそう、それをちょっと見ていきましょう。もうここからね、15マイルだから20キロちょっと、うん、はい、はい、このエグジット18、うん、そう、はい、おお、ずいぶん田舎だな、ほんとも、ね、山しかないじゃん、山っていうか森しかないじゃん。でそこら辺のね、あ、そう、これマーク、マークハムっていうのかな、18番で出ます。ここで一般道に入ってくる。そうだね、もうずっとヤードセールだって。ヤードセールセールだよ、ここセールなの。ここも、ここは違うか、ここは、え、ここも55マイル出していいんだ。すごいじゃん、ね、55マイルって言ったら。これ3マイルで右だって。はい。結構馬がいたりさ。のどかだ ね。ここもなんかいるじゃん。牛かな、ここは。日陰に。おー、いいね。いい感じ。ここがさ、トレイルなのかな。あ、トレイルパーキング。そうだよね。トレイルヘッドパーキングって書いてない。うん、ちょっと止めてみようか。あ、あるある、ここにマークが、アラチアントレイル、こっちの奥の方入ってくんだ。で、ここになんかハイクトレイル、ハイクトレイルオンリー、へえ、なんかいろんな鳥が見れるよって書いてある。これだね、これをずっと歩いていくんだ。いつか歩きたいね、うん、気持ちよさそうじゃん。でも大変だよ。でも登山でというよりはトレイルだからね。まあでも3000キロってなるとすごいな。へえ、こんな感じか。さあ、ではシェナンドーに行きます。こっちもアパラチアントレイル。
の南側でしょ、うん、北があっちで南が左側、うんうん、よしではシェナンドーに向かいます、はい、まずなんかあれだよね、上北の入り口か南の入り口かでチェックというか多分国立公園に入る何かお金を払うんだよね、あると思う、うん、エントランスフィーみたいなの、今から行くのはフロントロイヤルエントランスステーションっていうところ、うんうん、そこにとりあえず向かって行ってみましょう、はい、そこまで8マイル12、3キロ、はい、はい、ちょっと待ちか、これは待ちかな、ガソリンスタンドがあって、あ、バイクの人がいっぱいいる、本当だ、あ、セブンイレブンがあるじゃん、本当だね、うん、すげえ見た今の巨大だったね、超大きいね、あれいっぱいいるね、うん、いっぱいいるけどさ、うちみたいなちっちゃなキャンピングカーは全然いないね、うん、もうとんでもなく大きいやつ、バスより大きいね、もうなんか食洗機とガス、そうそう、ガスとオーブンガスがついてます、ね、あとお風呂ぐらいついてそうな感じの、多分ついてるね、あれだろうね、フックアップするのかな、こうつなぐのかな、多分こういうやつだよ ね、うん、ここも教会かな、そうでしょう、ね、また来た、すごい、なんだこの道は、アップダウンが、アップダウンが激しいぞ、あ、だからさっきさロードの人いっぱいいたんだ、あ、そういうことだ、トレーニングだ、ああそう、うん、街中は35マイルなのかリミットが、うん、そんな感じだね、うん、なんかでも速度ヨーロッパほどみんな守らないね、あ結構速い、さっきの66号ルート66も速かったもんね、うん、みんなヨーロッパはきちっと守るじゃん、うん、この街に入った瞬間とか、フロントロイヤルっていう街に着いた、あ、すごいよ、マックまだある、本当だ、25マイルだ、ここは、あ、こうやってみんな守ってるね、本当だね、ねえ、民間の音がチャッチーね、そう、ぷよんぷよんぷよん、あと 0.4 マイルで左、はい、そうするとね、このスカイラインドライブっていう道に入れるんだけど、うんうん、そこからが景色がいい、あー、なるほどね、ビューポイントがね、いっぱいあるみたい、なるほど、あ、書いてあるね、シナンドーナショナルパーク、左、あと1キロぐらいで入り口のフロントロイヤルエントランスステーション、はい、ここナショナルパークって書いてあるね、あ、本当だね、入り口か、シナンドーナショナルパークノースエントランスって書いてあった、うん、どこだ、あ、ここ、あ、これだね、ここでなんかお支払いをするのかしら、そうでしょ、うん、はい、ひと気がする熱いってレスキューテイクアワーズだって、何時間かかる、プライベートビークル30ドル、モーターサイクル25、パーパーソン15、アニュアルパス、まあいいよね、パスじゃなくて、うん、はい、ハロー、いやー、ファイン、そうだね、うん、今日は1日30ドルです、はい、はい、この30ドルは7デイズだって、ああそういうことね、ああワンデーって言ったけど、うん、何言ってんだと思っただろうな、1週間で30ドルにエントリーする場合はこのレシート見せれば入れますよっていうことみたい、うん、なんかちょっと行ったらねビジターセンターがあるから、うん、とりあえずそこに泊まってみよう、はい、ああサイクリングもなんかさ値段設定がおかしいというかよくわかんないよね、車だと30ドルでいいのにさ、うん、歩いてきたら1人15ドルかかっちゃうんだもん、あ2人で来たら車と一緒だもんね、そうだね、うん、よくわかんないね、よくわかんない、なんか車プラス
人のエントランス料金ならわかるけど、エントランス、人のエントランスも1週間なのかな。ああじゃない多分、うん、よしじゃあ100マイルちょっとだから、うん、ずっと上から下まで行ってみる。いいね、うん、で結構展望台があったり、あとは歩くところもあるみたいだから、ちょっと見ながらね、うん、今まだ暑いけど多分標高上がってったら涼しくなってくると思う。これからずっと上がってくるでしょ。上がってく、上がったり下がったりだけど、全体的に上がってってるね。行ってみましょう。はい、ここら辺だよ。ここだね、多分センター。これじゃない、これか、これ見に。はい、お、なんもないんじゃない。ビジターセンターなし。これじゃない。あ、これ違う違う、展望台だ。あ、そう、寄ってこうよ、じゃあ寄ってこうか、せっかくだから。お、結構上まで来たね。来てるんだ、いつの間にか。こんなに最初の展望台、ここでまだ3、400メーターか、1300フィートだから400メーターぐらいか。ここがノースの北の入り口で、ウェルカムトゥシェナンドーナショナルパーク、今は北の入り口です。シェナンドーバレーオーバールックだね。ここからずーっと、おー結構長いね。へえ。105マイル。はあ。170キロくらいあんだ。これで行くとさ、一番標高高いとこが4000フィートだって。1200メーターぐらいまで行くんだ。涼しくなるんじゃない？これだね、ビジターセンター。どこだ、入り口は。500フィート、アフターヘッドって書いてある。500フィートね。おお、おしゃれ。何これ、いい感じの建物、ね、ナショナルパークサービスって書いてある。レンジャーがいてさ、お、混んでるじゃん。あれあれ、止めるとこある。あ、奥でもよかったか。こちらの方が眺めがいいんじゃない。いいね、多分、うん、おすごい、 RV キャンパーはこっち。結構混んでるね。結構人気だね。うん、まあ、涼しいんじゃない。36度37度の世界から来ると、うん、そうだよね、全然違うもん。もうちょっと涼しいもんね。ちょっと涼しい、うん、いやいい眺めじゃない。高台に来て、お、なんかお店も中にあったりするのかな。おー、なんかいろいろ売ってるぞ。あ、クマいるんだ。こんな感じで、florida.com サンシャインステートだっていいね、これこのナンバー、ね、最高じゃない。サンシャインステートっていうの、ね、よし、では105マイルのナショナルパーク巡りスタート。いいね、北から南に車乗ってるだけでずっとさ、うん、いろいろ見れて結構いいんじゃない。 ねで、歩くところもいっぱいあるから、まあ、歩きたかったらどっか歩いてもいいし、うんうん、そういう感じみたい。
なんか動物もいっぱいいるし、いそうだね、クマもいそうだし、あと植物もなんかいっぱい見れそうな感じだね。日本みたいだね。ねえ、木の感じがちょっと大きいか、日本より。どうだろう、お、結構上だね、すごいすごい。寄れるけど、まあいいか。うん、一個ずつ寄ってたらね、なんかたどり着かないよ。何十個か何百個か知らないけど、すごいいっぱいあるんだって。結構登ってきたね。今3300、1000メーターぐらい標高で、うん、爽やかになってきた。爽やかになってきた。ずっとこういう道がね、続くみたいよ、こういう道路を、うん、で左右にさ、ビューポイントがあって、登ったり下ったりを繰り返すみたい。最高地点が1200メーターぐらいだからさ、あ、うん、じゃあもうちょっと、もうちょっとで今がね、入り口から20マイルぐらい、30キロぐらいのところ、うんうん、スカイランドっていうところに着いた。はい、これを右手出てたよね。うん、行きましょう。キャビンとか、あ、宿があるんだね。そう、なんかね、宿があるみたいだよ。こっちは駐車場違うかな。こっちにすごいスピードリミット。あ、ダイニングルーム、まっすぐ。ああ、ご飯屋さんか。行ってみようか。行ってみようか。うん、おお、結構さ、森林が深いね、山が、森が、木の密度とかが高いね。でもなんか日本の森に似てる。似てる似てる、下がさ、ちょっとシダというかさ、そうそう、ああいう葉っぱと、白川っぽいかな、ちょっと。ブナっぽいね。そうそう、ブナっぽい。ブナっぽいよね、これとかね。ここじゃない、ダイニングローム。何って書いてない？このアプティなんとかシアターみたいなのは何？なんだ。キャビンがいっぱいあるんだ、ここは。おお、なんかコテージがいっぱいあって良さそうだな。なんかね、なんかゆっくりしてるし、うん、ねえ、いいところ。うん、向こうになんかレストランみたいなのがあったから、そうそう、ちょっと見に行こうよ。見に行ってみよう、うん、で、これ何？どれ？これ、これもコテージじゃないの？違う違う、この何？これ？これあれでしょ、電気の充電じゃない？電気の充電もあるの？多分それあるでしょ、アメリカだもん。テスラじゃないの？テスラじゃないか、なんだろう。あ、鳥いた。あ、涼しいな。わ、最高じゃんか、これ何これ。おお、すごい、スタバも入ってんだ。で、レストランがあって、すごいね。ここはロッジか。そうだよね、いいね。このさ、高台からの絶景を眺めながらさ、うん、いいよね、うん、いいね、いいね。ここ、ここのホテルめちゃくちゃ良さそうだったよ。あ、そう、うん、めちゃくちゃ綺麗な、もうリゾートホテルって感じのところでさ、そうなんだ。一泊もね、2万4、5000円かな、2人で、うん、すごい良かった。だって、あのバスタブまであったもん。すごいね、うん、すごいすごい。で、前がストーンと落ちててさ、うん、眺めがめちゃくちゃ良くて、いい、うん、1時間半ぐらいのラウンドトリップって書いてあったかな。そうだね、うん、アッパーホークビルトレイルヘッドっていうところに行くみたい。2.1 マイル、3キロちょっと、520フットエレベーション、520フットってどんくらいなんだろうね。いいね、涼しいね。なんか上飛んでるよ、トンビみたいなのが。
わあ。あ、なんとかサミット 0.2 マイル。もうすぐじゃん。書いてあるね、ちゃんと。ね、こっちはあれだよ。アパラチアントレール、これ行ったら。ほら、本当だ。左上。左上。ここに書いてあるね。ね、アパラチアントレール。アパラチアントレールだ。こちらです。こっちだよ、アパラチアは。違う違う。あ、俺らが行く道はね、うん。こちらです。で、アパラチアントレールはこちら。ちょっと細いから合ってるのかなって感じだけど、この先 0.7 マイル行ったらアパラチアントレールに出るみたいな。あ、なるほど、うん、行ってみよう。はい、すごい綺麗、このシダみたいなのが。へえ。ああやって歩くんだね、みんな、ね、いいなあ。でも気持ちいい道だね。気持ちいい。ちょっとしたお散歩に本当にちょうどいいぐらい。そうそう、ね、涼しいし、湿度が低いし、うん、まあ、みんなの格好見てるとそんなになんか大変ではない。そう、そんな感じだよね。サンダルな感じだもん、みんな。そんな感じだから。着いたっぽい。わー、なんかすごい。バードネストだって。あれじゃん。うん？バードネストだよ。なんだ、あ、そうか。ツバメ飼ってるじゃないんだ。わからない。ツバメ飼ってる。すだ。わ、すげえじゃん。わ、すげえ。すごいよ。すごいね。わお。いや、大絶景だね。ホークスビルだかなんだかだからさ、うん、ここが鷹がいっぱい飛んでるんだね。あ、そういうことだよね。いっぱいいたよね。ホークスだもんね。おお、優雅だね。ね、いいね。すごい。わあ、飛んでった。いや、気持ちいいところ。最高だね。すごい、ここ。風も涼しいし。ねえ。すぐ来れるし。なんかワンちゃんと来ててみんな楽しそうだね。ねえ。よし、では戻っていきましょう。文京右だね。左に行ったらえらい方行っちゃうからね。結構看板が小さいからさ、ちゃんと書いてあるんだけど、よく見ないと日本みたいに大きくない。鹿だ。鹿来た。鹿来たよ。
おお、気持ちいいね。またいた。大きいね、ちょっと。ムースみたいな。違うけど。鹿さんが結構いるじゃん。ほら。どっか行っちゃった？そこの裏にいる。うん。うん、おお、帰ってきたんじゃない。ああ、気持ちよかった。いい道でした。なかなか歩きやすい。結構楽しい道。はい、出発でーす。はーい。よかったね。よかったね。結構楽しかった。楽しかったです。うん、よし、ではもうちょっとまだ半分来てないからこの道を頑張って進みます。はい、この次ね、なんだっけな、大きなまた村みたいなのがあるよね。ちょっと行ったところにビッグメドウかな、ビッグメドウズっていうのがあるかな、うん、ここに行きましょう。はい、おお、すごいね。すごいね。ここはなんだ、すごい眺めだね。雨からみんな止めて歩かなくても絶景が見れるよっていう。ここから見れるよっていう、ね、でも歩いた方が楽しいね。楽しい、やっぱり動物いっぱい見れたしね。そう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 、ちょっと入るだけで全然違う。まあ、そうだよね、長野県でもそうじゃん、うん、ちょっと入っただけで全然違うからね。そうだね、せっかくだから。そうそう、さあ休憩です。はいお昼ご飯、トマトとキュウリ。オーガニックトマト、オーガニックトマトとオーガニックキュウリです。1本多分50円ぐらいすんのかな、もっとすんのかな、この小さいので。高いんじゃない、ね、コーヒーは高いから買えないので、はい、日本より持参しました。はい、ブレンディーです。愛用しているブレンディーですごいもんね、これ水で溶けるから70回も飲めんだよすごい。ちょっとこれ食べたらここのさ、ギフトショップと、あとあっちがすごかったから、ね、なんか、ね、ヤシマ湿原みたいだったから行ってみよう、うん、さあちょっとお店を見てみましょう。わ、すごいコンビニだ。いいじゃん、すげえ。さっきポテトチップスさ、みんな持ってたんだよ買ってた大きいな。あ、そういいなと思って見てたんだけど。あるんじゃない、絶対あるね、これ高いのかな。これはキャンプ道具売ってんのかな、レンタルかな。あ、売ってんだ、サーマレストとか。ああ、いっぱいあるじゃん。え、安っ、まるちゃん1ドルだぞ。食べれるじゃん、全然。あ、本当じゃん、ね、0.99。 そうそう、へー、マカロニチーズもあるよ。だけだって、これを湯入れるだけでしょ。これいいじゃん、ね、あ、結構あるね。あれかな、これキャンプ場も近いからさ。あ、そうかも、ね、そういうことだよね、うん、あとこのトレイルスルーハイクしてる人たちがさ、うん、ここでいろいろ買うんでしょ。買うのかもね、うん、そういう意味合いがあるんだ。ここはだいたい、あ、ミルクシェイクが 7.29、 いいかもよ。わあ、絶景じゃん、すげえ。わ、寝てる、いいね。あ、すごいすごい。あ、ここ歩いても気持ちいいだろうな。Thank you.
出発です。ビッグメドウを出発して。じゃあね。どこまで行こう？このさ、あと50マイルぐらいあるの。うんうんうん。このスカイラインドライブっていうのが、この山の尾根沿いの。うん、そうだね。で、下まで降りちゃうと、ちょっと戻るのも大変だから、ワシントンに。うん。このね、あと15マイルぐらい行ったところで、33号線が、こう横切ってるから。うん。そこから西にも東にも降りれるんだって。あ、うん、でちょっと西に降りたら町があるから、うんうん、今日はそこに降りてちょっと宿探ししようかな。はい、で明日帰ったらいいでしょう。そうだね、うん、どうしよう。そんなスケジュールです。じゃあここを降りて、はい、何箇所かあるんだね、この上の道に。スカイラインドライブに入る道も、うん、そうみたいだね。途中もあったもんね、うん、あ、あったあった、ゲートがあった。なるほどね、セブンデーエントランス。もうちょっと降りたらなんかこう家があるんだね。ねえ、のどかな感じだけど。すごいのどかな感じ、ね、あとね、12、3キロだよ町まで。はい、そろそろ町じゃない、あれ。そうかな。だけど大きいさ、旗がね。お、町じゃん。ちょっと日産があって、すごいじゃん。日産だね、うん、マーティンス。バーガーキングはどこにでもあるね。あるね。あ、結構大きいスーパーがあるね。いいね、うん、よし、ではまずは宿探しです。はい、すぐそこにまずね、なんかあるから行って値段でも聞いてみよう。そうしよう、うん、なんかあるでしょう。何かはあるでしょう、ね、泊まるとこ。1万円ぐらいであればいいんだけどね、うん、1万円って言ったら60ドルだからさ、うん、ね。あ、ハンプトンインだな。ハンプトンイン、うん、うん、ヒルトン。行ってみよう。行ってみよう。あ、コートヤードもあるね。あ、るんだ。あ、で、ホリデーインエクスプレス。ホリデーインもあるし、スリープインスイーツ。お、ここだな、まずは。行ってみよう。あ、エコノロッジか。なんだ。あ、ここだったか、入り口。畜生。ハイアットプレイスもあるし。そこから入れるでしょ。何でもある。このスリープインっていうのがね、意外と安くて評価が良さそうだから、よし、聞いてみよう。ちょっと聞いてみよう、いくらか。さあどうでしょう。アメリカ初ドライブ、はい、任せて私に。余裕でしょ、パワーあるでしょ、うん、ね。次はね、カントリーインっていうところを聞きに来ました。はい、宿を何個か聞かないとね。何個か聞かないとね、そりゃ、うん、どうでしょう。じゃあ入っていいんだよね。いいんだよ。カントリーインスイーツ by ラディソンがやってんだ。今日の宿はここ、ミクロテル by ウィンダム。80ドルだって、一泊いいでしょう。安い。